皆様、くそ暑い中、お疲れ様です。この10日間の間に、皆さんご存知の通り、イスラエルが気象学校や避難用のテント、あるいは国連が作った避難所の攻撃を行い、100名以上の方が亡くなりました。このような今も続いているイスラエルの蛮行、私たちは世界に生きる市民として許すわけにはいきません。パレスチナに自由を、ガザを解放しろ、今からガザ2023という曲を歌います。事前の打ち合わせと違って音響機器が来ていないという大変残念な状況で、マイク一本で歌うというちょっと非常に、難しい状況なんですが、どうか皆様の温かい心で、ギターが入っているかのように弾いてください。では、どんな、あるいはマイクスタンドを確認するようなマイクをお願いできれば。この曲、僕は、私は長崎の被爆2世です。長崎では原爆で1年間で7万4800人亡くなりました。広島では14万8500人で亡くなりました。ガザの死者は4万人を超えました。もちろんまだ瓦礫の中に埋まっていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。しかしながら皆様、亡くなっているのは数ではないんですよ。一人一人顔があり、名前があり、思い出がある、その命が奪われています。そのもどかしさを歌にしました。 YouTube などで上がっております。また各地のスタンディングでもこの曲を流していただいています。今日数枚ですが CD を持ってきたので、うちのスタンディングでも流したいとおっしゃる方には無料で CD 差し上げますので、申し出てください。僕らは立ち尽くし無力さに長くし
する停戦を。未だ戦線の兆しが見えません。あるいはミャンマー
人権弾圧が続いています。私たちは武力によらない問題解決の努力を伝え続けてきます。これからもその努力を一つ入れていく必要があります。そのためにもまずは検討を提出して、そこに暮らす人々の安全を確保することが何よりも重要です。イスラエルは虐殺を直ちにやめろ、戦闘を直ちにやめよう、このことを強く強く申し上げ、皆さんと共に戦っていくことを申し上げて、全体の挨拶とします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。それでは続きまして、共同センターから高橋さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは、こんばんは。憲法共同センターの高橋と申します。今お話ありましたように、ガザでたくさんの方が亡くなっています。21日、パレスチナの保健省が発表しましたけれども、この24時間で50人が亡くなったと発表しました。そして一方、イスラエル軍もですね、ガザの各要所を攻撃する人たちを空爆して、戦闘員数十人を殺害したということを発表しています。ですから、毎日のようにたくさんの人々が亡くなる、これを何としても止めなければなりません。ガザの人口は約220万人だ。そしてそのうち亡くなった方が 2% の4万人。負傷した方が9万人です。皆さん 2% 日本の人口に考えたらどれぐらいの数になるでしょうか。何百万という数字ではないでしょうか。負傷した人は1000人近い数になるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。そして先ほどもありました、この死因がまた負傷した方の中に子どもや女性など弱い立場の方がたくさんいるということであります。国連のパレスチナ難民救済事業機関の事務局長は、国連運営の学校に対するイスラエルの攻撃によってたくさんの子どもが亡くなったということを話ししながら、何と言ったかというと、ガザはもう子どもたちの居場所ではない、ガザはもう子どもたちの居場所ではないと語って、停戦は待ったなしだというふうに述べています。皆さん、その停戦に向けた交渉が動き出したかなと思うけれども、微妙な段階であります。アメリカ、エジプト、カタールが仲介して、15日から2日間にわたってカタール首都のドーハで停戦交渉が再開されました。アメリカは16日に新たな新停戦案を示して、これに基づいて今週中にも合意締結に持ち込むことを目標としているというふうに発表しています。アメリカによる新停戦案は、人質の解放やイスラエル軍のガザ撤退などを基礎とするもので、アメリカはイスラエル側は受け入れたということを主張しています。ブリンケン米国務長官は20日、イスラエルが承認した合意には、軍が撤退する場所とスケジュールが明示されているというふうに語っています。一方、ネタニヤフ首相はですね、エジプト国境沿いにあるガザ南部の干渉地域での地帯での軍の駐留を受け続ける姿勢を崩していません。交渉は近く解除にて再び再開したいことになると思いますけれども、本当にうまくいくのか微妙な段階になっているのではないかなというふうに思います。私たちはこの停戦交渉一歩でも前に進めるように語りかけていくことが大事なんじゃないかなというふうに思います。バイデンさんデジタイルのですね、21日にイスラエルのネタニヤフ首相に電話で合意の緊急性を表彰したということがあります。皆さん、そのバイデン氏のアメリカの民主党が党大会を行っていますが、その党大会の会場の場合でも、アメリカ政府はイスラエル支援をやめろという声をたくさんの方が上げています。皆さん、私たちも一緒にですね、この停戦交渉を成功させて、
直ちに戦争をやめるように持っているのではございませんか。一つもう一つお話をしたいというのは、このような状況が続いていますけれども、さて我が国は大丈夫なんでしょうか。本当に平和なんでしょうか。昨日今日の新聞の報道は、来年度の第3要求防衛費のことが報道されています。我が国はですね、27年度までに防衛費を5年間で43兆円使うんだ、そういう計画を持ってて、来年が3年目です。2025年防衛費の概算要求はなんと8兆4000億円、昨年今年の防衛予算は7兆7000億円ですから、7000億円プラスになる。皆さん数字で7000億円って分かりますか。どれだけの活動ができて、そして福祉関係をどれだけ見たらいいのか考えたら、そうで莫大な予算であります。これを強引に追い込む、そしてどういうことをやろうかとすると、皆さんオスロを見上げてください。オスロにはですね、たくさんの人工衛星が飛んでいます。この人工衛星をもっとどんどん石灰打ち上げて、なんと衛星コンストレーションというのを構築するんです。たくさんの人工衛星を打ち上げて、その衛星を組み立てながらですね、うまく利用して世界各国のそういう情報をかき集める。まさにそれの上は天の川で飛行士さんたちが計画するような世界ではもうないんです。まさにその上ではそのような戦争に向けた準備が進められている。こういう時代で日本語も来年からそういうステージを作ってですね、活用してやっていく。そのための予算も含めて8兆8000億円と概算要求を出した。とんでもないことになる。そしてもう一つ、今自民党は憲法改正、近畿で条項とともに創設ともにですね、憲法9条これの改憲の議論を進めるんだ。あの岸田首相は8月中に自民党の憲法改正実現本部に対して憲法を憲法に自衛隊を位置づけるための論点整理を行うと言っています。ですからこのうちはですね、緊急事態条項議員現状改憲とともにですね、憲法9条の改憲の議論が進められ、極めて大変な事態となっています。先月、我が国は戦争に参加されませんでしたし、戦争で一人も殺されることはありません。でも大変な事態になろうとしています。私たちはガザ、そしてウクライナの人々も一緒になって戦うとともにですね、我が国での平和に向けた戦いも大きく一歩進むのではございませんか。以上を説明させて、私の協力を期待といたします。ありがとうございました。高橋さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、県庁バスターズ総会から文さんによろしくお願いします。皆さん、こんばんは。私は急須の憲法改悪、憲法改悪を許さない人間だったということだと思います。本当に皆さん、今日は
もう4万人を超す人が出されている。しかもその中の半分以上は女性とか子供だったと言われていますよね。ですっごくね、印象的な、なんていうんですか、ニュースがあるんですけれども、瓦礫の中でから子供がね、救援隊に早く上がってらっしゃいって言ってるのに、なかなか上がってこない子供がいるんです。実はその瓦礫の中にね、両親や兄弟が待っている。そこから抜け出すことが、自分が助かっても抜け出すことができない、そういう映像のものすごい胸に強く刺さっていて、やっぱりこういう状況本当に作ってはいけないな、これからの犯罪の声はやめなきゃいけないなっていうふうに思うんですけれども、実は私、今度のガザのことがあってね、初めてやっぱり75年以上になったイスラエルから帰ってきた人とかもね、苦難の状況っていうのを知るということができました。いろんなことを経過を知りました。まあ、ニュースもいろいろありましたので、ね、やっぱり見たかったんですけれども、やっぱりそういうことは関連して、私たちがどうやって国際社会、外国の人たちと付き合いを対応ができるのか、こんなことってすごく私たち一人一人にも問われていると思います。ですから先ほどもしましたように、もしですね、そういう知られたことであったら、なんて言えるのかなというのすごく問われてるなというふうに思っています。実は私もこんなふうに大統領選挙をブラカードで勝ったりしたら、実は非常に抗議されたこともあるんですね。やっぱりその人にお前は話したくないと私言われたんですね。やっぱりそういうことではなくて、その時に正当に、まあその時のイスラエルの方たちかどうかは分かりませんけれども、やはり今どうやってればいいかな、私たちこういう人に世界に行く時にね、今に暮らしていくなって受け入れることができるんだということをね、本当に話していけるような自分に収録を渡すことができないなと思います。それで私考えていることが一つあるんですけど、実は私は憲法改悪を許すかという自分だったのであります。やっぱり日本の憲法を受けたし、これは結局のことをこれを広げていく武力によるテラーが出して、やっぱり日本の平和主義を本当にしっかりと確保したいとして広げていくことが重要なんじゃないかな、そういうことが重なっていると、大切な人たちにも伝達していくことになるというふうに思っています。皆さん一緒に頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ではここでコールを、フルコールをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。
まってくれてありがとうございます。私の前にはここにいる人のほとんどがおそらく子供というのは日本人であってもパレスチナ人であってもアメリカ人であってもどこの子供でも同じ家庭を持つ人間だと思っている方が集まっているのではないかというふうに私は思っています。でもね、子供はみんな平等ではない、助けてはいけない子供がいます。今日はアメリカで起きたお話をしますけど、ホーリーランド財団はかつてアメリカで最大のムスリム慈善団体でした。この団体は非営利組織として1989年から活動して、特にガザ地区や西岸地区などのパレスチナ人に対して教育、医療および他の社会プログラムを提供していました。人道支援も提供していました。しかし2001年の9月11日のテロの攻撃の後、ホーリーランド財団はブッシュ政権によって閉鎖されました。この団体がテロ組織として指定されました。ハマスに資金提供を行っていたと非難されました。これにより団体の指導者たちに対する法的手続きが進められ、彼らの活動は止まりました。今ではホーリーランド財団がハマスに関連するパレスチナの慈善団体に資金を提供して、これがテロを支援する間接的な手段とされました。ホーリーランド財団の複数のリーダーが外国のテロ組織に資金提供を行ったとして有罪判決を受けました。しかし実際のところ、ホーリーランド財団はパレスチナのいくつかの寄付組織に財政的支援を提供していました。彼らは金銭的援助、教育奨学金、インフラなどを通じて何千人もの子供を支援してきました。ホーリーランド財団のリーダーのメンバー5人は懲役15年から65年の判決を受けました。彼らの本当の罪は間違った子どもたちを助けたことでした。不当に同国されたホーリーランド財団の5人の1人であるガッサン・エラーシンさんは最初の交番中にこうやって叫びました。これはイスラエル占領、シオニストによるパレスチナ占領の影響なんだよ。ジャーナリストのクリス・メイキズはこれを米国のイスラム教徒のリーダーに対してこれまでに犯された最もひどい不当行為だというと批評しています。作家のニコ・ペレドはホーリーランド財団について本を書いています。ぜひチェックしてみてください。ホーリーランド財団と言います。彼はシオニストがパレスチナ人に対して彼らはテロリストであり、ただただテロリストであり、イスラエルを攻撃したいだけというイメージを投影する必要があります。だからこそまともで名誉あるいい仕事をしている組織があれば、人々はシオニストの物語に疑問を持ち始めるだろう。だから倒さなきゃいけなかったんです。彼らはシオニストのナラティブに挑戦するものであるため強引でした。シオニストにとってそれが最も危険なことなのです。不当に報告されたホーリーランド5人の一人、シュクリ・アブバケルさんは刑務所からの電話で、アメリカの法律なんか、アメリカの正義なんか、
んか二度と信じないと語りました。彼らの名前を覚えておきましょう。間違った子どもたちを助けたために65年刑務所に入った人々の名前、ガッサン・アル・アッシ、スクリー・アブ・バブル、モハンマド・アル・マジア、アブル・ラマン・オデ、ムティード・アブ・アブ・カデル、コーリー・ランド・ファイブル、アメリカ政府とイスラエル政府と日本政府の法律では助けてはいけない子どもがちゃんといました。以上です。すいません、あの通訳します。長くてすみません。 I know that all the people that we have tonight believeThat all children are made equal. They were all born with the exact same value. But I'm here to tell you a story of a time that we live in that has been happening for many, many decades, where some children are not equal to the others. Not all children are equal. The Holy Land Foundation for Relief and Development.Formed in 1989, was once the largest Muslim charity in the United States. It operated as a non-profit organization dedicated to providing humanitarian aid to Palestinians in need, especially in Gaza and the West Bank, by supporting education, healthcare, social programs, and infrastructure. However, in 2001, following the 9/11 attacks, the Holy Land Foundation was shut down by the Bush administration.It was designated as a terrorist organization, accused of funneling funds to Hamas, which the U.S. government has labeled as a terrorist organization. This led to legal proceedings against the foundation leaders and the closure of their operations. The prosecution alleged that the Holy Land Foundation provided financial support to charitable organizations in Palestine linked to Hamas, asserting that these contributions indirectly supported terrorism.The case brought against the Holy Land Foundation, commonly known as the Holy Land Foundation Trial, ended with convictions for several leaders on charges related to providing material support to terrorist organizations. The Holy Land Foundation leadership, five members, got sentenced to between 15 years to 65 years in prison. The real crime was helping the wrong children.Hassan al-Ashi, one of the wrongfully imprisoned Holy Land Five, screamed during his first trial, "This is an extension of the Israeli occupation, the Zionist occupation of Palestine, all the way here in America." Nico Bellet, an author, wrote a book about the Holy Land Five, and I really, really want to tell each and every one of you to check it out. He said in his book,The Zionist entity has a certain image they need to project of Palestinians. That they are terrorists and all they want is to attack Israel. So if you have an organization that's decent, honorable, that's doing good work, people will start questioning their life and story. And that's why they have to bring them down. It was a threat because it challenges the Zionist narrative that Palestinians are terrorists. And that is the most dangerous thing for the Zionist entity.Let us remember their names, the names of the people who went to prison for helping the wrong children. Hassan al-Ashi, Shukri Abu Bakr, Muhammad al-Muslim, Abdurrahman Oda, Mufid Abdul-Qadr. According to the laws of the U.S. government, the Israeli government, and many other governments, some children are just the wrong children.Before I leave, I want to tell you a poem written by Shukri Abu Bakr, one of the Holy Land Five. He told this poem right before he went to prison. He said, Wire my brain, rock my song, pass my thoughts if you can.
examine my walk and study my talk and take my dreams with you to scan. Strip me down and check me out. Search my path from close ahead. Capture every call I make. Give your ears to my curious notes. Translate this and make up that just to impress your easy folks. I hear you say getting close to naked orphans was a crime. All children of those who died are worth not a nickel or a dime. I should have sentenced them to death for the awful things their parents did. They're nothing but terrorists to be, and none of them was a normal kid. I beg your pardon, Your Honor Judge. Don't only listen to the other side. I never thought it was a crime to knowingly feed a hungry child. The end. Thank you very much for listening to my speech. I know it was very long. つまり私が言いたいのは、人々は私たちが止めないと政権がとんでもないことをします。全然します。普通にします。人たちは止めないだけで本当にとんでもないことが起こりますので、私たちも目覚めて政権が何をやっているのかをよく見ましょう。ホーリーランドファイルが日本で起きてしまったら大変なことになりますし、私たちが絶対にこうなってほしくないので、私たちみんなでみんなを支え合いましょう。ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございました。それでは続きまして、パキスタン協会、協会長からお願いします。ありがとうございます。皆さんこんばんは。また皆さんのようなことを、ね、またちょっと大変なことを思いますけれども、でもこれは世界の平和と言われてるんですが、本当にそれはいいことだと思います。今、先ほど話したように政権が一番問題です。だから政権、僕の政権でもね、これ皆さんが国民のことを一番に使っていることを聞かないようにして聞いても国民が聞いてるところから、そういう問題が、これパラシーの問題は、パラシーの問題だけの問題ではないです。これ世界の平和の科学です。正解は平和の世界はなりません。この問題が解決しなければ、よりも平和、世界には平和はなりません。いくら、平和、憲法を作っても、それに復興しなければ、何もない、ならないです。それはゼロということです。何も行動がなければ何もないです。いくらそういう法律とか結果が取っても、人間の神にならないと、そういうものにならない。私が40年以上、イスラエル大使館、またはイスラエルの政府に対して、ずっと抗議をしています。まあ、死ぬまで、それを続けていると思っています。死んでも続けます。なぜなら、これはパレスチナの人たちの、権ですね、実権です。だから、そういう人たちに助けることは、それは私たちのみんなの目標にしなければならない。世界の皆さんがそういう声を上げれば、政権が変わります。そうじゃなければ、政権が変わらない。だから政権が一番重い。これはパラスティナとか、アメリカとか、日本とか、パキスタンとか、それだけでない。すべての世界の政権、両方の政治家は、そういう同じ行動です。手を振っている同じことであるんですね。それを人が死んでいる、人が困っている、それには関係なく自分のことを言っています。それは一番いけないことですね。だからそれはみんなそういう人ですよね。みんな人間の恥です。人間として助けを、お互いに助けなければならない、ね、人間は生かすためには頑張らなくちゃならない。政権もそのためです。憲法もそのためです。それがしなければ、それはさっき言ったように何もないと同じですね。だから、皆さんが私が言いたいのは、それを政権変わるように、変えるように頑張らなくてならない。そのためにね、皆さんのところにそういう話を持っていって、それは何とかそこを協力してもらって、協力してもらって、それでずっと世界を
世界の平和のために、ね、頑張らなきゃならない。皆さんの声を合わさなければならない。心を合わさなければならない。手を合わさなければならない。足を合わさなければならないですね。そのために私たちが頑張らなければ何もなりません。こんな、そこに集まっている人たちだけですね。それから世界の皆さんの声を上げなければならない。じゃあ4万人の人間が死んでて、大物に子供とか女性とか何の種類があるか。彼らは生きる資格はないですか。そういう人間の問題じゃないですか。人間は誰でも神様で、ね、人間を自由にしたら、でも自由に暮らせるためのこの世界です。世界にそういうパーケティブがそういう役立つをやっている人たちは、それはその人たちを殺しているので、自分も殺しているんですね。何もそういう人たちは平和とか尊敬は現れないんですね。何もみんな悪いと言われていますね。だからその人たちの人生も勉強するのは恥ですね。だから皆さんに答えることは一体何回も繰り返ししますけど、私たちの力、声と手と足を考えよう、やることを行動を全部合わせなければならなりません。だから、ね、新宿の日本は人たちだけじゃなくて、私は全ての日本人、また全ての世界の人々にそういうことを話したいと思っています。だからそのためにはずっと頑張りたいと思います。どこまででも行きますから、イスラエル大使館の大使と何回も私と会ったこともあります。私が言ったのは、この安田先生、いつまで続くですか、それで平和は現れますか。それみんながね、頭下げて、いや、そうですね、平和は現れますね。それでいつまでも続いていることも悪いことです。師匠も、イスラエルの師匠も、二人師匠と私が会ったことがあるんですよ。世界中を渡したこともあります。話したこともあります。いつまでそういうことがやらなければならないんです。それで何のためにやってるんですか。それで平和を得られた。それであなたが安心して生きることができるのか。絶対にそういう人たちに圧力をかけて殺して自分の魂とか心はどうしても安心にはなりません。それはもう決まっていることでございます。人を助ければ安心、幸せ、それで心が満足をできるんですね。そうじゃなければそうじゃないんです。だから心の満足のために頑張りましょう。インシャーラでね、パレスティナはいつかは自由になります。それはどのくらい時間かかるかというと、はい。です。だからイスラエルは、まあ、株しか知らないけれども、まあ、ずっとこのことやれば、いつかにはパレスティナは国になります。まあ、シャーラで。皆さん、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。それでは、続きまして、スピーチ、ミシェル、お願いします。Hello, everyone. My name is Michelle, and I am an American Jew. はい、皆さん、こんばんは。ミシェルと申します。アメリカではいつもユダヤ人のことを、まあ、大事にしている国はするけど、それは結局パレスチナ人の土地を奪うとき、そしてパレスチナ人の子供を殺すときだけです。I'm here because I support Palestine and the Palestinians.Always be about Jews. But I have to say it over and over and over.
らの、民主党は、まあ、いつもパレスチナの話となるとユダヤ人の話に、なっちゃうけど、ユダヤ人じゃなくてパレスチナ人の話。So, because everyone seems to want to listen to Jewish voices, I'm going to use my voice to tell you about all the Palestinians who have reached out to me, begging me to help them, to give them money to do anything to help their children survive this genocide.言うんですけど、それだったらおかしい。ユダヤ人である私の声を聞いてください。でこれから話すのは毎日のようにパルシナ人から来る、ガザにいるパルシナ人から来るお金をください、これを助けてくださいという連絡について話したいと思います。 Can you imagine how difficult that must be?To have to reach out to a stranger on the internet to ask them to please do something to make sure that their children don't die while the world is silent, while people just walk by and do nothing. All of you listening, you're going to hear me in Japanese in a minute. You are sitting here doing nothing while there is a genocide. Shame on you.皆さん想像してみてください。どれぐらい苦しいでしょうか。全く知らない人にインターネットでインスタグラムとかで全く知らない人にお願いします、お金寄付してくださいじゃないと子供が死んじゃうから、そんなことまでしないといけないっていうのをどんだけ最悪な状態にいると思いますか。でそれこういう話を聞いても聞かない、聞いてないふりをしているここら辺を歩いている人たち、恥を知れ、こんな話を聞いて、こんな残酷な虐殺が今現在行われている中で、皆さんこんな話を聞いて何もしないってことどういうことですか。何とかしてください、声を上げてください。Share the story more widely, that more people would help donate.
ないよ。感謝しよう。だから皆さん、どうか、どうか、何かしてください。この子が死んで、ゴミ袋で運ばれる前に、何とかしてください。花を作ってください。コードを取ってください。Thank you.
ぜひまた皆さん集まってください。一緒に声を上げましょう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。